施設に預けたら金かかるだろ。だから介護をよろしくな。何言ってるのよ。働いてるから無理よ。あ？じゃあお前とは離婚だな。そう言って離婚届を突きつけてきた夫。私を脅しているつもりなのだろうか。私はすぐに離婚届にサインをして、それから荷物をまとめ始めた。これからどうなっても後悔しないでね。私の名前は香織、39歳の主婦だ。夫の健二と娘の優美の3人で暮らしている。娘は現在中学2年生で、勉強に部活に一生懸命頑張っている。将来娘が好きな道に進められるように、私は娘が小学校に上がった頃からパートで働き始めていて、それなりに貯金も貯められている。夫は仕事を頑張ってくれているが、家族を養うには給与は少し足りない。だから節約も私はできる限りするようにして家計をやりくりしている。毎日の夫にはお弁当と水筒を持たせ、私の服は中古品を買ったり、化粧品は格安のものにしたりなど、いろいろと意識して行動に移している。そのため貧乏という感覚はなく、そういった工夫のおかげで一応ちゃんとした生活は送れていると思う。そして毎日節約ばかりというわけではなく、家族の誕生日だったり娘の長期休暇中とかにちょっとした贅沢をするようにしている。美味しいレストランに行ったり旅行に行ったりと、ちゃんと家族での思い出も作っている。そんな風にしてそれなりに幸せな日々をみんなで過ごしていた。だがこんな風に幸せな日々を過ごせるようになったのは7年くらい前からだ。一時期私は本当に辛くてしんどい毎日を送っていた。それは義母が原因だ。義母はとにかく嫁いびりが好きで、私はそのせいで精神的に本当に悩まされた。夫と結婚する時から義母は私に対して敵対心を向けてきていた。あなたが賢治の結婚相手？なんだか幸が薄そうね。出身大学もレベルが低いし、容姿も普通でいいところゼロじゃない。結婚の挨拶の時点でそんなことを言ってきたので、私はすぐに義母のことが苦手になった。それでもお盆や正月などに必ず義実家に行かないといけなかったので顔を合わせていたのだが、その度に義母は私をいびってきた。あなたって本当に家事ができないのね。こんなまずい料理をいつも賢治に食べさせてるの？あんたと一緒の空間にいたら運気が悪くなりそうね。そうやって心ない言葉をいつもぶつけてくる義母。義父が気づいてくれるときは義父が注意をしてくれるのだが、義母はよく義父や夫がいないところで私をいびってくるので、なかなか対処のしようがなかった。私がやめてくださいと言っても鼻で笑って同じようにいびり続けてくる。私は夫に相談をしたのだが、夫は、まあ母さんは言い方がきついだけで本当は香織のことが好きなんだよと、わけのわからない返答をしてくる。そして娘が生まれてからもいびりは続いた。私は男の子を産めって言ったはずなんだけどね。どうして女の子なのかしら。性別なんて選べるわけないだろうと義母の発言を聞いて、私はものすごく腹が立ったのを覚えている。そして義母は娘と全然関わろうとしなかった。だから義実家に顔を出しても娘と遊んでくれるのはいつも義父だった。義母は相変わらず私をいびり続け、次は必ず男の子を産めとプレッシャーを与えてきていた。そんな風に私を苦しめてきた義母。一番辛かったのは、そんな義母と同居をしないといけなくなったことだった。きっかけは義父が亡くなってしまったことだった。義母は一人で生活をするのは大変だからと、夫に同居をしてほしいと頼み込んだのだ。私は絶対に嫌だと夫に言ったのだが、義母も一歩も引かずに夫に懇願していたらしい。そのため夫は、母さんがすごく困っているから俺たちが支えてあげないと、と無駄な使命感を持って同居を承諾してしまった。そして私が納得しないまま同居生活が始まった。それからは本当に地獄のような日々だった。あれができていない、これができていないなどと毎日義母から罵倒され、私の心はすり減っていった。しかも義母は娘がおばあちゃん遊ぼうと言って駆け寄っても、うるさい、近寄るんじゃないよと怒鳴ったのだ。娘はいきなり怒られて泣いてしまい、泣いているのがうるさいとさらに義母は怒る。それを見てさすがに私も我慢できなかった。
お母さん何してるんですか？どうしてユーミを泣かせるんですか？うるさいわね。私はこんな孫に用はないんだよ。私の目のつかないところで遊ばせな。ありえない。この時私の中で何かが切れた。そのため夫が仕事から帰ってきた時にすぐに報告した。今日お母さんがユーミを泣かせたんだけど。え？本当に？ええ。こんな孫には用はないって言ったのよ。もう我慢できないわ。今すぐ動機を解消して。そんな。でも母さん一人になったら大変だろ。全然元気なんだから大変じゃないでしょ。この半年間お母さんダラダラしてただけよ。日中は遊びに行ってることも多いし、単純に私に家事を押し付けたかっただけでしょ。いや、そういうわけじゃないと思うんだけど。お母さんの肩を持つなら私とユーミだけでも出ていくから。え？とにかく早く決めてね。とりあえず私たちは私の実家に帰るわ。あ、ちょっと。私は夫が帰ってくる前に荷物をまとめていた。だから夫に言いたいことを全部伝えて娘と一緒に義実家を出た。義母は、私は悪くないよ、出ていくならさっさと出ていけと私と娘が玄関で靴を履いている時に叫んでいて、本当に苦手だなと思った。そして数日後、夫は私の実家にやってきて謝ってきた。母さんとの同居は解消するから戻ってきてほしい。そうやって言った夫に対して私は条件をつけた。今後私とユーミは一切お母さんと関わらないから、絶縁することを許可して。わかったよ。夫がそうやって約束してくれたので、私は夫婦を続けることにした。まだその頃は娘も小学生になったばかりだったし、夫のことは父親として好いていたから離婚までは考えていなかった。だが義実家で同居を続けるのは無理だと思っていたから、ここまで行って夫に代わってもらうしかなかった。それから同居を解消して私たちは家族3人で暮らし始めた。そのタイミングでパートを始めて、いろんな人と関わるようになって、私も精神的にかなり落ち着いた。義母とはそれから一切関わっていないので、ストレスもかなり減っている。だがつい最近、また不穏な空気が流れ始めている。それはある日の休日のこと。夫の元に病院から電話がかかってきた。え？母が倒れた。わかりました。夫は電話を切ると動揺した様子で私に説明をした。母さんが倒れたみたいでさ、ちょっとすぐに病院に行ってくる。そう、分かったわ。香織は来るか？いえ、行かないわ。そうか、分かった。義母が倒れて病院に運ばれたことについては心配だが、直接顔を合わせることはしたくない。その後夫は病院に行き、いろいろと医師から説明を受けたそうだ。倒れたというのは事故に遭ってしまい怪我をして倒れたとのことだった。怪我自体は大きなものではなかったそうだが、腰をやってしまったらしく、しばらく入院が必要とのこと。さすがにそれは災難だし気の毒だと思う。夫はそれから仕事後に義母の見舞いに行ってから帰ってくるようになった。母さんちょっと苦しそうだったな。やっぱり腰がかなり痛いみたい。早く治るといいんだけど、あれじゃ長引くだろうな。晩ご飯を食べながらそんなことを言って、私に義母の状態を報告してきた。別にそういう話をするなとは言わないが、なんとなく夫の話し方には私に何か察してほしいというような思いが入っているのを感じた。それはきっと私にとってかなり不都合なものであることも同時に感じ取れたので、私は何も気づかないふりをして適当に相槌を打つようにしていた。その後1ヶ月ほど経ったが、夫は相変わらず似たようなことをしていた。私は別に聞いていないのに、義母の状態の報告ばかりしてくるのだ。もうすぐ退院になるんだってさ。へえ、それは良かったね。ああ、これでまた家に戻って生活ができるってわけだ。まあでもリハビリには行かないといけないんだけどな。その間の母さんのことが心配でたまらないよ。お母さん別にまだ入院中でしょ。何かあれば駆けつけられるナースコールで看護師さんが来てくれるし、退院してからのことは退院してから考えなよ。そりゃそうだけどさ、これからいろいろと大変じゃないかなって思って。そっか、まあ頻繁に連絡を取るようにすればいいんじゃない。うん、まあそうなんだけど。
夫は何か言いたげな様子だったが、私は絶対に話を広げようとはしなかった。そもそも義母関連のことは私は聞きたくないし、関わりたくない。だから何か私に期待しているのなら諦めてほしい。その後、ついに義母が退院をしたらしい。じゃあ母さんのことを迎えに行ってくるから。はい、行ってらっしゃい。母さん拾ったらこっちに連れてきてもいい？は？何言ってるの？そんなのダメに決まってるじゃない。そうだよな。ごめん、すぐ実家に連れて行くから。本当に夫は好きあらばそうやってめんどくさいことを言ってくる。だがこれに関しては絶対に譲らない。義母は娘に対してもひどい態度を取ったのだから、そんな人とは顔を合わせたくない。その後、夫は休みの日に義実家に行って義母の様子を見てくるようになった。母さん、とりあえずは調子がいいみたいなんだけど、リハビリがあんまりうまくいってないみたいなんだ。へえ、そうなんだね。まあ俺がこのまま様子を見に行ってくるよ。ええ、そうしな。ここで変な優しさを出すことはしない。なるべく突き放すようにした。だがそれから1ヶ月ほどが経った頃、義母の足腰がさらに悪くなってしまったらしい。今回もまた入院することになったんだとか。本当に母さんも辛いだろうな。体が言うことを聞かないって怖いよな。確かにそうね。健康を維持できるように私たちはいろいろと気をつけないとね。え？ああ、まあそれもそうだけど。私は絶対にその後に何？とは聞かないようにしている。夫は私の方からのアクションが欲しいのだろう。だが私は無視を貫いた。それから1週間ほど義母は入院をしたそうで、退院後は要介護となったそうだ。そして夫はとうとう自分から要望を言ってきた。来月にでも俺の実家に引っ越すぞ。は？母さんが介護が必要な状態になったんだよ。施設に預けたら金かかるだろ。だから介護をよろしくな。何言ってるのよ。働いてるから無理よ。あなたの実家に行ったらパートに通えないし、それにユミだって転校しないといけないじゃない。私は絶対に行かないわよ。あ？じゃあお前とは離婚だな。そう言って離婚届を突きつけてきた夫。いつの間にそんなのを用意したのだろうか。そしてやけに強気だ。どうだ、今のお前は離婚されたら困るだろう。シングルマザーになったらユミを養うことだってできないもんな。学費だって俺がいないと支払えないだろう。だから俺に黙って従えよ。私を脅しているつもりなのだろうか。そんな風に弱みを握ろうとしてくるの最低だと思う。そんな人が父親だったら娘の教育にも良くないわ。私はすぐに離婚届にサインをして、それから荷物をまとめ始めた。離婚上等よ。え、ちょっと待てよ。本気で離婚する気なのか。ええ、そうよ。あなたは私たちがお母さんと絶縁したっていうのに同居を強制しようとしてるじゃない。しかも自分が養っているからということを理由に拒絶する権利すら与えないようにしている。そんな横暴な人と一緒にいるのは嫌だし、お母さんとは絶対に一緒に暮らしたくないから。だから離婚するわ。これからどうなっても後悔しないでね。私がそう言うと、夫は顔面蒼白の状態になっていた。私はそんな夫を横目に荷物を持って娘を連れて家を出ることに。残りの荷物は後で取りに来るわ。そう言って車を走らせて実家に帰った。運転中に娘に迷惑をかけてごめんねと言ったら、娘は私と夫の話を聞いていたようで、私に同情してくれた。私もおばあちゃんとは絶対に暮らしたくないから、お母さんが言ったことは正しいと思うよ。ありがとうユミ。実家には途中で連絡を入れておいたので、私たちのことを温かく出迎えてくれた。久しぶりに母のご飯を食べると癒されて、リラックスできて体をゆっくり休ませることができた。だが翌日、夫から電話がかかってきた。電話に出てみると、声の主は義母だった。ちょっと香織さん、あんたどうして介護をしようとしないのよ。同居まで拒否するとか本当にありえないわよ。まったく、どうしようもない嫁ね。今なら土下座して謝れば許してあげるから、さっさとこっちに来なさい。わざわざ夫の電話を使ってそんなことを言ってきたのか。この際だから言っておきますけど、あなたみたいな嫁いびり大好きのアホと関わりたくないんですよ。アホですって？ええ、
まだアホになっていないのにすでにアホですよね。それからさらに年を取ったら厄介で面倒な人になるのが目に見えていますよね。お母さんなんかと関わったら私もユーミも不幸になるんです。だから縁を切らしてもらったんですよ。それに私とケンジさんはもう離婚したんで、あなたとも赤の他人ですしね。え、本当に提出したの？あれ、もしかしてあの人が離婚届を突きつけてきたのってお母さんがそそのかしたからですか？どうせ離婚届でも見せておけば言うことを聞くとか吹き込んだんでしょう。どうやら図星だったようだ。お母さんの思い通りにならなくて残念でしたね。でも私は離婚できてよかったです。財産分与と養育費については弁護士を通してもらうとケンジさんに伝えておいてくださいね。それじゃあもう話すことはないので切りますね。あ、ちょ。そう言って私は電話を切った。それから弁護士を通して元夫に財産分与と養育費を請求した。これでまとまったお金と月々ある程度のお金がもらえる。そして私はパートで働いていた会社で正社員にしてもらった。そのおかげで娘を転校させる必要がないように同じ地域の賃貸マンションで暮らせるようになった。一方、元夫は毎月の養育費と義母の病院代と大人二人の生活費などかなりお金がかかっているようで、貧乏な生活を送らざるを得ない状況になっているそうだ。本当にいい君だし、さまあ見ろと思う。私は一生懸命働きながら娘と二人で仲良く幸せに生活をしている。これからも娘のためにお金を貯めて娘の成長を見守りながら平和に暮らしていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。